死ぬ絶対に。皆さんどうもありがとうございました。今のが、琉球国道、沖縄国道と言われるもので、皆さんご存知の沖縄空手ですね、同じカテゴリーになります。これも沖縄空手です。で、琉球時代、戦国時代から伝わっているものなので、武器を使うこともあるわけですね、空手って言っても。で、私はその武器を使った分野が得意だったので、今日はそれを、披露してみました。で、さっきやったのが一般的な棒ですね、棒術と、ヌンチャクの型をやったんですけども、他にもいろんな武器がありまして、ゲラゲラさんいいですかすいません、ちょっと見てもらおうかなと思って。見ます。怖いんですけど棒の次に一般的なこの鞘という武器で、これ今の計画持ってる警棒ですね、これの琉球時代のバージョンです。警棒と同じようなものです。なるほど。すごい、かっこいい。なるほど、あと、昔の沖縄、ね、武器を取り上げられてた時代もあったということで、農具からですね、活用して武術を伝承していたという歴史もあるので、こういった釜の型もあったりします。
つけてくださいね。か釜の型、すげえ。すごい、いろんな武器を取り揃えて、はい、それを、まあ、空手と同じように型として、稽古していくっていうのが今の沖縄伝統古武道であります。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。